浮き立つ雲の行方をよ。風の心に任すらん。今はた我も流れのみ定めなき世の習い狭くならぬその先に西国の方へと志淀の流れを漕ぎ下り大物の裏につきけり急ぎお船をいだすべしと立ち騒ぎつつ船子どもえいやえいやという潮に連れて船をぞ移動しけるしょぼしや風が変わってそうろう夕かしや黒雲にわかに南に渡りあの向こう山譲る浜岳より吹き下ろす嵐に白波あふりてへさきを越えめての方にも言うんでにもおしも帰らぬ深くさよ素早はやてぞ油断すな
つの引き下ろせとままけと、過去ども必死に振る舞えど。御社のごとくにて熊路につくべき要存なき、さても不思議や、対象を見れば西国にて滅びし平家の一門、雲下のごとくおちこちに波に浮かびていでたるぞよ。そもそもこれは桓武天の九代の後院、平の知盛が幽霊なり、あら珍しや、いかに義経、思いもよらぬ裏なみぬ知盛が沈みし割り様に、また義経をも打ち沈め、奈落の底へひとてんと大なぎなたを振りかざし、牛を蹴立てて悪風を吹かくれば、まなこもくらみ心も乱れ前後を坊ずるばかりなり、その時義経少しも騒がず、たとえ悪霊を恨みをなすとも、そうも何事のあるべきぞと、立ち抜き放ち戦えば弁慶穴や通し隔て、内ちもの技にて可能をまじと、船旗にちっと血わがり、数珠さらさらそっと指紋で五大名の女にかけ、一心凍ったる記念の心力、差し物悪霊的しかねえ、次第次第に遠ざかる。
弁慶ここぞと力を合わせ、お世話者どもこぎ抜けよと渚の方へ寄せんとすれば、なお怨霊は立ち現れ、逃さじ者とより来る、おっ払い祈りのけ。また引く手腕に揺られ揺られ、また引く手腕に揺られ流れて、あと白波と鳴りにけ。